来た来た。来たこれでさ、うん、倒して魅力上がるじゃん。うん。ああ、そうそうそう。長外さんも、うん、いやーここをぶっ壊されんのきついな、上のとこから来て。せっかく建てたのに。みんな訓練はまで間に合ったかな。ある程度は。ああ、大丈夫だって。士気はもう万全だよ。あ、下から来た。これ。はい。5人でいいよね、今回。うん、相手1600人で。あ、でも、ブライカン5人で来てるね。6人で少しでも。捕らえるために出してるか、うん、これ400円をケチったところでね。そうだね。ニンバラ訓練間に合わなかった。うん。猛攻。弓矢打つ。弓矢打つ。と告知も出しとけば。こんなもんでいいですか。はい。あ、なるほど。こっから出動できるわけですね。砦作っとくと。うん、これ便利だね。そう？いや便利だよ。だってこの端っことかに置いとけばさ、うん、いきなりそこから出動できてボコボコにできるじゃん。街壊されないで。ああ。街守りたいっすね。街守りたいっす。あった。じゃあ。あれだあれだもん。街を焼き払ってるよっていうタイプですから。待って、じゃあ家に町を差し出そうと。俺だっていつか、自分みたいな方がちょっと口、林中さんとか使えるやつはやっぱこの砦から飛び出してって川を渡らずにとっちめたいっすよ。で、あの2軍ぐらいのやつらはこの川を一マスのところで待機してポイって渡って対応する。分かった。リシついに表舞台に立つときました。二軍にも一人ちょっと強いの入れるよ、カンさんを。これうちの色男より色男じゃん。あ、そうだ、三人も仲間になったからさ、宴会開かないとまずいよ。あ、そうだ、忘れないようにしたほうがいいと。口尾さん、ついによし。いいやつがね、一人か二人いてくれると、あ、そうだ、ミーみたいなね、ありがてえんだよな。借り手と見せかけて、棒だよ、確か。うん、川の前の感じじゃない。え、川の前の方がよくない？川の前、川の前で待機しとけばさ、渡れる。あ、ここじゃないの。ここ、こう。ああ、こことここに。なんかいきなりすげえ動ける。こいつが技91の大物です。いやいや、技って技嫌い派だもん。ああ、いやそうなってくれたから今のところまだはず。みんな技系。ああ、まあ強いて言えばこいつか。あ、こいつあれじゃん、ペイトロさんがいつもギエンって言ってるやつ。あ、マジで。うん。例によって2しか合ってないじゃない。街を守ってください。僕の街を。あいつら技師だからな。ちょっと寄ったら弓でやってそうだな。キュウトロさん、今回お札も200枚ぐらい持ってるね。もしかしたら体力がなくなった時に使う時が来るかもしれない。
こいつ漁村がじゃあ3人でこいつ1人を締め仕留める。そうだね、でゲームにあいつらが当たるように、
ミッチも参加できるのかな。うん、本当だ。お、盛り上がってる。もう大丈夫です。服の叩きゾーンに入ってる。あれ、もう182ぐらい落ちたよ。ね、どういうことなんだろうね。186一発でしたから。やつが所詮技量があってもな、腕力は無きに等しいから。あんま知らなかったな。でもあれだ、鉄壁使ったわよ。ああ、そうなるとこいつはもういらなかったな。あ、こいつ弓届くんじゃない。あれ使ってほしいんだけど一回。あのさ、弓の一番強い技あるじゃん。ああ、狙撃80なんだ。普通の連射っていうのもあるね。60で やべ。あ、これが連射。これが連射か。100ぐらいとか。何やってんの。臨中以外みんな、臨中とそいつ以外みんなパニック状態。うん、361、一人で行ってもダメだな。376、そいつ捉えてよな。91だからさ。ああ、今の弓攻撃強かったもん。うん、超連射攻撃みたいな。しかももう、あれ、エネルギーが上がってるんですよ。おー、強え。300人、一ターンでほぐった。以上か、できることは。あ、ニンバラとリンチュだけセーブだ。ニンバラさんは回復した。あ、回復したのよ。さすが。やっぱ力士だから。どこだ。毒が周りに出る。やった。いいえ、いいえ、捕まえた。一番いいの。一番いいのは、うん、そいつじゃねえよ。78のやつの方がいいに決まってるじゃん。何言ったこれ、味方を巻き込んだこの40ラップでみんなパニック状態だ。いや、間に合うよ、これだってあいつまだ飛ばしてるからさ。どうしよう、いいよ。シシソンソンまで語りつぶ。それ見てられないね。え、何今の技。感動すると士気が上がったりするのこれ。ああ呪いが解けたりするのこれ。神聖なものだから土俵では。はい、見逃したか。よし、まだ入ってる。じゃあちょっと囲えれるように。どうしたの。道路って歩きやすいのそうだよね。明らかに歩数が。あと4あれば歩けた。何が？ん？技量。歩数今76だったからさ。電車までは歩ける。やっぱあのスコーンって音じゃないね。ないね。すごかったもんね。336って今全然減ってないね。電車したら。30ぐらい。もう弓矢使いを囲まれたらもう終わりです。おお、混乱してる敵は弱いんそれっぽくね。でも一応なんか何防御コマンド使ってたっぽかったもんね。弱で、弱しか使えないとかあるかもしれない。
くせんと、こいつまだ宙を使うほど、やりますね、なかなか。どうにか間に合いそうだな。間に合いそう。13しかない。あいつ、もう袋叩きできんのかな。まだ黄色くなってたよね。真っ赤っぽいけど。あ、まだダメか。相手も回復してるね、少しで。逃したくねえ。2番手、2番手。指の鬼を。あ、この野郎。あ、逃げられた。あ、リンチ横に来た。袋叩きだな。デートさん、お願いします。あれを撃ってください。ああ、あの一撃を。これでやつは死にます。鉄の防御してきやがった。間に合わなかったか。鉄壁食らったな。おやべ。よし、逃がされ。よし、さすがや。もう体力がない。あーやべ、もう何もできないんじゃない。あれ使う、あ、ジュフ、ジュフ、ついにジュフを体力回復40までできます。そんな難しい技だった。あ、やべ、あいつだけ起きた。あいつも起きた。あ、リンチも起きた。ああ、よかったよかった。気をつけて。なんかみんな行ったんで、何これ、パルプンテみたいなことになるのこれね。さっきなんかもう相当長かったもんね。ピヨッテでも136名を殺しきる自信がありますか。あと今のネタまでちょっと回復したりしないかな。してね。普通攻撃では無理じゃない、136人。あ、ピヨッテは俺何もできなかった。あ、ピヨッテ、怒りの突撃かましますよ、体力70あるから。あ、いいね。海底ね。よし、さすがだ、中国の横綱。こいつ渡るか。渡ろう。なんとしてもやっぱりあいつに逃げてほしくない。そこあるか。逃げられる。まだ眠ってる。あ、失礼なる前二度目。さすがないですねってまた言われた。あー、間に合わねえか。横につけられれば、チームが横についてなんとか移動阻止できれば。森で移動よ、どうしてね。うん、頼むよ。あ、失敗した。あ、でも1個ですんだ。あ、どうした。まあ、あれだね、勝ちが決まってくるとそういう感じになっちゃうんじゃない。何度かな、消失結構まだ分からない時から乗り始めた気がする。あ、袋叩きもよかった。どっちだろうな、こっちでも61しかないから。うん、余裕あった。お前全員使われた？それで？いや、全員使われた。もう、削れたでしょ。削れたよ、6人も。1500人でしたもんね。うん。あ、投与できるかまた別の話だったよ、それはね。もう、そこはね、ぬか喜びしすぎじゃね。なった気でいる。うわぁ、頼むよ。やむなしだ。でも他のやつもまあまあ強いね。いや、強くなかったよ。なんかあれじゃない、こいつだけだよ、本当に。70、70。本当だ、これだったらいけるか。あ、ダメだ。
全体的に高すぎたわね。低特損86ある。なんか連射とかできるの？できるできる。こいつ仲間になりそうじゃん。特損さん竜アマかける、アマかける出してくるよ、うん、何が壊れたっけ。漁村、漁村とあとあれだけじゃない、柵、漁村、ここに畑2個ぐらい追加しちゃう？ああ、追加した方がいいと思う。それいつまでもさ、うん、米問題にさ、うん、怯えていたくないよね。そうね、うん、畑は、あ、じゃあこの辺にしときますか、うん、ね、畑2個だけは後ろで作っておいちゃう。そうだね、うん、